こんにちは、カッパパです。今回はね、富士山大絶景でおなじみの杓子山に登ってきました。杓子山の位置ですが、マップを拡大してみますね。ここが富士山です。杓子山はね、富士山の北東部にあります。少しね、拡大をしてみましょう。はいはい、位置はね、富士吉田の東にあります。登山ルートはね、いくつもあるんですが、今回不動湯先のゲートから登ってみます。ゲート前に駐車して大雑峠へ向かいます。最後の急登を登りきると杓子山の山頂です。すごい絶景が待ってました。はい、今日はね、杓子山に登ります。ゴー、ゴー。じゃあ今日は杓子山に登ります。ゴー、ゴー。僕の山友さんで非常にお付き合いが古い方でやっちゃんです。今日はよろしくお願いしま す。お願いします。はい、じゃあおはようございます。はい、こちらもね、古い山友さん、まめこさんです。古くないか、そんなに。じゃあ今日はよろしくお願いします。こちらはね、よく YouTube で出てるカブママさんかもしれない。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ここはすごい。お、ビューポイントって書いてある。おお、素晴らしい。杓子山山頂までここから30分ということですね。おはようございます。おお、はい、これがね、杓子山登山ルート、いわゆる天空の鐘でおなじみと。あ、ここまで来たんだね。おお、いやね、今までの林道が何だったんだろうっていうくらい、ね、急登になりました。こっからね、こんな感じの道が30分かな、登ると杓子山の頂上というような感じですね。でもね、すごく光が漏れてて気持ちいいです。ちょっとね、登ったところで分岐があるんで、今ね、まめこさんがかけて降りてっちゃったんだけど、お、すごい展望が開けてます。どんな感じなんだろうね。歓声が聞こえますけど、うおー、これはすごい。これはすごい。なんか
こんな間近でドーンって初めて。はい、さっきのね、あの富士山がすごく見える見晴らしのいい場所から、山頂に向かう道に戻ります。いやちょっとね、休んだんで遊びやしちゃってますけど、いや今日始まって以来の天国ロードです。20メーターぐらいかな、結構ね登ってきてるんで、あと100ぐらい登れば頂上だと思います。お、なんか山頂近くなると、土止めがあるって聞きましたけど、これかな、障害物競争になってる。よいしょ。いや結構きついな最後は。おお、すごい、こんなになってんだ。着いた。着きました。すごい。はい、ではね、杓子山山頂から降ります。ほら見て、これいい具合にこなれてる下山が怖いです、これこんな感じのとこ、はい、このね、下界まで降ります。怖い怖い。はい。はい。あ、大丈夫ですか。ここからもうすぐ林道出ます。なんとか、ケツペタを打たないでね、降りてくることができました。じゃ行ってみましょう。お、朝はね、僕らが乗ってきた車だけだったんですけど、ものすごい増えましたね。はい、ということでございましてね、杓子山、ものすごい絶景でね、富士山がこんなに近くに見えるんかなって、感動しました。で、今回は、ここで終わりではなくて、この後ちょっと移動してね、なんか食べたいというふうに思います。はい、一旦ここからね、お別れします。移動しましたね。ここは紅葉台です。初めて来ました。すんごいね、相変わらず迫力ドバンですけど。はい、で、こちらの建物のね、上の展望台に行ってね、もう一回富士山見てこようと思います。では行きましょう。お、こうなってんの。おここはすごい。すごいな。
なんかね、屋根らしきものが見えてきました。あとちょっとね、お腹減ってるからなかなか力が出ない。さあ行きましょう。三古台、標高1202メートル。すごいすごい。こっからね、西湖が見える。あ、本当だ、すごい。はいはいはい、あそこの駐車場に止めました。以前窃盗ヶ岳行くのね。で、窃盗ヶ岳は、あそこだ。はい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 。あそこでね、鍋焼きうどん食って、うん、富士山見たんだよね。その時の映像がこちらです。はい、というわけでございまして、で、こっち行くとあれがね、本栖湖ですね。来てこんなロケーションになってます。ここ最高すぎるよ、うん、ありがとうございます。すー、美味しそう。はい、キムチ投入。簡単な感じにしてみます。美味しい、美味しい、本当に美味しい。桜のアンパンと桜ラテ、これ綺麗だね、色ね。うん、はい、ここね、三古台で本当に美味しいお昼をいただきました。実はね、ほとんどごちそうになっちゃったんですけど、はい、というわけで、こっからね、また山を下っていきたいと思います。はい、というわけでございまして、今回はですね、やっちゃん、まめこさんのリードで、杓子山、その後は紅葉台と富士山の大絶景と美味しい山ご飯を堪能しました。本日もね、最後までご覧いただいてありがとうございます。カッパパでした。